こんにちは、日本改革と奥沢です。 CA マウンテンビューかっこ USA 様、ご支援ありがとうございました。マウンテンビューって炭酸飲料ありましたね。今でもあんのかな、懐かしいなーという感じです。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。YouTube の私に YouTube の担当者がつきました。でですね、グローバル企業ということでキムさん男の人がつきました。すごい日本語ペラペラ、敬語も完璧、日本生まれかもしれないなー。で、その人とはなんだろかんだろ通話してアドバイスいただいたんですけれども、再生数の割に、あ、違う違う、登録しないで見てる人が結構いるだから視聴者の年齢層が高めであるので、登録ってなんだか分かってないかもしんないなーいう話で、ですんで、やっぱり最初にね、みんなやってるように登録呼びかけたらどうですかみたいな、そんなアドバイスいただいたんですけども、あとですね、視聴者の男女比なんですけれども、男性 83%、女性 17% でしたー。昔はですね、まあ、5年ぐらい前は女性 8% とかだったんで、倍増ですよ、倍増。よっしゃーという感じですけれども、まあそういうわけで登録お願いします。あとね、なんかコメントの数多いと、そのチャンネルの評価が上がるんだって。まあ、YouTube、っていうか Google ね。でですね、電話かかってたんですけど、今の携帯ですね、例えば、警視庁とか、登録してない番号でもですね、なんか調べて、警視庁とか表示されるんですよ。で、Google って表示された時はびっくりしましたけれどもね。サーバーを韓国にから国内に移した LINE ヤフーだが、アップデートは今でも韓国ネイバー社がやってて、情報抜き放題だった。見放題だった。10月17日にですね、ハッキング、攻撃されてですね、410万件の個人情報流出を確認したが、11月27日まで警察に相談せず、隠蔽していた。総務省には相談してたんで、10月17日、ハッキングされちゃいました。総務省に相談してたんですけど、1ヶ月以上も、40日も警察に内緒にしてたのは、総務省はね、警察には黙っとけって指示したのかもしんないな。疑いありますね。韓国はハッキングせずとも、情報見放題なんで、犯人は中国か北朝鮮ではないかという記事が載っておりました。世論です。わざとじゃねえの？俺もそう思う。いまだにこれ使い続けている観光庁や企業があることが信じられない。まあ、企業はね、秘密盗まれますからね。裏金よりも重大な案件。企業の営業だって言ったって、あそこの会社の営業、どこそこと今度会うんだなんていうのはですね、やっぱり隠しておきたいですよね。発覚しているのだけでこれで3回目ぐらいだろう。日本ユーザーのだけ漏らしてるし、そうなんだ。なんか韓国では、LINE 廃れちゃってカカオトークっていうのを今使ってるらしいんですけど、開発したとこがさえ捨て去った LINE を未だに日本人だけ、使ってる。まあ最初のゴリ押しがねすごかったですからね。ゴリ押し、テレビも新聞も一丸となってゴリ押しして無理やり広めたみたいなとこありましたもんね。ヤフーに正直に個人情報を記録してるやつがおんのか。まだネイバーが株式 100% 持ってた頃に NHK が LINE は日本企業ですと嘘ニュース流してた。 NHK もグルだったか。 LINE ゴリ押し、しかもヤフーと合体であからさま、まあヤフーはソフトバンクグループは、孫正義は北朝鮮人ですからね、元、帰化して、試験なんですけど、国会議員とか大臣とかで使ってるやついたら、動画してるよね。動画してる。連絡の内容は、ダダ漏れだったら、立ち寄り先、何時に、どこそこ行くみてえだみたいな、そんなの分かっちゃうわけで、待ち構えててね、ハニトラされたりですね、拉致されたり、あと賄賂、や、
浮気なんかの弱み握って脅迫されるでしょ、危険性がある。私 LINE 使ってないっつうか使えないんですね。連絡帳も一緒に相手に渡ってしまうらしいんで一生できないと観念いたしました。公安参加の誰それさんとか公安調査官の携帯番号とかあるもんでね、公安参加は警視庁の中の部署です。でもやるときなんかお世話になります。公安調査庁、公安調査官は法務省公安調査庁の役人、だから警察ではない。一般の方は待ち伏せされたりはないと思うんですけど、浮気情報とか漏れると、浮気情報とかは漏れてるって思った方がいいんじゃないですか。韓国のネイバー社にね、使ってる方は自己責任でどうぞ。同じソフトバンクグループの SBI 証券、ソフトバンクインベストメントだったっけな、が株価操作で顧客に損失を与えたのが発覚し、近く業務停止命令だって、ここも信用できねえなと思うな、元があれだもんなっていう話、ソフトバンク、自体がなっていうことなの。バラマキメガネがまたバラマキ、カンボジアに43億円タダであげちゃうって、支持率上げる気ねえなこいつな、世論です。世界の ATM 気前よく投げ銭だ、アホがいらんことばっかりやってるな。メガネのおじさんは気前がいい。友達いない人がお金配りまくっておごってるだけな気がするね。解散前の大盤振る舞い。なぜか日本の国民は助けません。また日本人の税金を海外に配ってるのか。バラマキメガネにもう呆れて絶句しちゃいますけれども、43億円の用途はもう決まってて、データセンター整備、測量船建造、上水道施設のデジタル管理システム整備の3つに使うので、どれもなんか日本企業を儲けさせるための金だろうって話なんですけど、だったら我が国政府のですねデジタル強化とかに43億円使った方がいいんじゃねえの。なんでそれやんないの。なんで外国のやつを日本企業にやらして儲けさせんって話ね。企業はね、せっせとパーケン買った甲斐がありましたなーっていう、こういうののためにせっせと日頃からパーケン買ってんだろ。パーケン5000万買っても10億の仕事もらえたらいいもんねっていう話。例の不記載裏金脱税で、今朝10時頃、清和会事務所と止水会、かっこ2階派事務所に強制ガサ入れ。今頃って思うのは私だけ。止水会は2階幹事長、元幹事長が会長なんで、2階派って呼ぶのは正しいんですけど、清和会は安倍派っていうのはおかしい、面もなくなってんだからさ、いう話であります。世論です。令和の記憶にございませんが、聞けそうだな。どこまで本腰でやるのかな。記載すんなって上が指導してたんだから、立派な反社会的勢力だろ。清和会が支持してたんだってね。ね、いくらいくら、記載すんな、喋んな。領収書よこすな、細かい。地味に2回派も終わりやな。ていうか、時間かけすぎ。家宅捜索するよと予告してあげるとは、優しい。全部ドリル済み。ドリルでガゴガゴ、ハードディスク。絶対復活できないように。電子レンジにかけるって手もあるそうですね。雑魚数人逮捕して終わりにする気じゃないだろうな。2回派は結構ちゃんと申告してるように見えたんですけどね。清和会見たくですね、申告額の3倍抜いてるようなことはないはずだが。議員の数が出て4億弱ねえといけないんですけれども、1億円しか申告してなかった。3倍抜いてた。はずだが、とばっちりですね。辞任した鈴木総務大臣に代わってですね、清和会、就任した松本総務大臣、麻生派に早くもパーケン疑惑、100人の会場なのに10倍の1000枚、パーケン移って1枚2万円として2000万円の売り上げかーって、ボロいよなー。これも西村経産大臣、元経産大臣みたく、利益率 99% の案件ですかね。一番堂々と公金注注してるのは自民党ですけどね。もう黒いなーという話。日本学術会議終了のお知らせ。年内にも、政府から切り離し、法人化決定、ここに手を出すと内閣が吹っ飛ぶとか言ってたおっさん、今、何してんだろう何してんだろう。もう喜ばしくてしょうがないですね。世論、菅さんありがとう。
あの都心の超一等地はもちろん国に返すんだよね。事務所かなんかで使ってるとこが一等地なんかね、株式会社日本学術会議って、まあ NPO とかに住んでしょうけど、社団法人とか中の人たちも国にとらわれなくなって喜んでいるはずだ。増税提言、レジ袋有料化など害悪ばっかり、単純に学術会議ごっこに熱上げてる半分活動家のエセ学者どもの知的レベルが低すぎて国民に相手にされていないだけ。原発処理水に関する提言というこれ以上ない活躍の機会をだんまり決め込んで不意にしてしまったんだからもう救いようがない。任命拒否された6人が無駄に騒がなきゃもうしばらく公金にたかれた牢に、菅さんの置き土産実りましたね。決してこれ岸田の手柄じゃないですね。これで我が国のデトックスが一歩前進ですね。理系研究の邪魔をかしやがってね。その他のニュース、日本製鉄がなんと、米国内3位規模、US スチールを1兆円で買収。生産量世界第4位の日鉄に対してですね、US スチールは27位ぐらい。東芝がウェスティングハウスっていうとこ買収してですね、ひどい目だった。思ったよりもひどくて、直しようがなかったっていうですね、そういう風になんなきゃいいけどね。ゴッドファーザー2でですね、キューバ進出のためにタッグを組んだマフィア連合、我々は US スチールよりでかいぞってセリフなかったでしたっけ。昔はブイブイ言わせたんだでしょうね。昔は。昔は。アメリカ議会に鉄鋼議連っていうのがありまして、そこは買収を絶対阻止するって息巻いてるみたいなんですけど、米国人、一般人は日本企業なら安心だくらいに歓迎ムードだそうであります。そういえば7月29日で私と誕生日が同じの立憲泉健太、自民じゃないと政権が担えないというのは幻想だ。それはそうだ、それはそうだが少なくともお前らじゃないとツッコミ殺到しておりました。そういえば岸田文雄も志位和夫も7月29日生まれ、私と同じでありました。あとムッソリーニね。皆さんも先使えなければ、俺は誰それと誕生日一緒とかコメント書いてくれと、まあ、差し支えなければですけどね。7月29日生まれの有名人って検索ストアのババって出てきますんでね。新宿署、歌舞伎町のホストクラブとメンズコンカフェ。コンカフェってコンセプトカフェのことなんだって。コンセプトカフェ。何のコンセプトなのかは、その店によって違う。例えば、執事であったり、スポーツマンであったり、まあそういうやつなんだって。202店舗を一斉ガサ入れ、145店舗に違反があった。大人の腰を上げさせてしまいましたな。ホストクラブなのは、早く警察に、ごめんなさい、した方が身のためだぞ。新宿署、東横を物理閉鎖。バリケード築いて物理閉鎖。で、立ちんぼさんたち、今後は東横横、あるいは東横横横に移動すんのかな。ホストに貢ぐのが生きがいとかいうバカは生えてくからね、後からだから。絶対、根絶できないって思うけど、そういう人はですね、ホストじゃなきゃ変な宗教とか他のもんに騙されるしね。アンケート調査、ネットで誹謗中傷したことがある4割、意外と少ないな。8割ぐらいやってっかと思った。岡田斗司夫さんによればですね、日本のネット空間の特徴はどんな低知能もどんな人間のクズもスマホ持ってて識字率ほぼ 100% なので、他国では投稿できないような文盲であるとか、スマホ持ってねーであるとかいうですね、レベルの、低い人間もネットで暴れられるから罵倒が飛び交う地獄となっている、だそうであります。そっか、なるほどな。高い識字率、文盲がほぼいない、あとどんな人でもスマホ持ってるというのは、まあこういう悪い点もあるのだな。してみると他国ではスマホが持ってて、字が読めるっていうのはレベル高いのか。ちょっとびっくりしてしまいますけれどもね。というわけで登録という概念が分かってないかも
しれないみたいな、話でしたんで、皆様もよかったらチャンネル登録してみてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。